四つん這いの姿勢になります。背中で肩甲骨を寄せ、肩甲骨を離します。これを繰り返しましょう。背骨の形はなるべく変わらないように肩甲骨を動かします。両手を前について肩幅より広くセットし、そのままお尻を後ろに引いて肩周りをストレッチします。体を戻して繰り返しましょう。腕が床と平行になるように横に開き、肩甲骨を寄せ離します。腕が落ちてこないように注意しましょう。寄せたところで止め、そのまま後ろに腕を引き戻しましょう。胸や腰が反らないように注意してください。